プロジェクトセガカラフルステージフューチャリング初音ミク言うのおっそ。こんにちは、さくやです。さあ今回はですね、皆様、ご報告がございます。タイトルにある通りなんですけれども、なんとですね、私さくや、今回のイベント、このエナナンイベント、なんやらガチャとか来てて、あ、これ空白のキャンパスに描く私はっていうイベントを周回してたんですよね。結構がっつり周回してて、まあその結果報告的なのね、ちょっとしていこうかなと思います。はい、まずね、ちょっと何位を目標として俺は今回イベントに挑んだかっていうと1000位だったんですよね。じゃあもう早速で見ていきますよ、順位の方。はい、来ました。右下じゃねえや、嘘ついた、ごめん。右下はライブだったわ。真ん中下のちょっと右寄りにあるこのランキングってところを見てほしいんですけど、こちらが今回の、私さくやが頑張って貯めたポイントで、なんか445番に多かった人がガグルビーちゃんだった感じですね。まあとりあえず1000位以内を目指して、なんとですね、こちら500位を行くことができできました。おめでとうございます。純粋にすごくない？まあ、とりあえずポイントどれぐらい稼いだかっていうのをちょっとね、プロセカやってる人だったら分かりやすいと思うんで、ちょっと見ていきたいと思います。どうしようかな、これイベントストーリー見たら、あ、 OK、 右上に書いてあります、1101001000100001300594175ポイントでした、今回貯めたポイント。はい、とりあえず感想のはね、最後に喋ろうと思うんで、編成とね、あと石の消費量とかを話していこうかなと思います。次はね、石の消費量について話していきたいと思います。まあ正直途中でね、石をねもらったりして、正確な数字っていうのはちょっと分かんないんですけど、大体で言うと、5万個は消費しました。まあガチャで分かりやすく言いますと、160連分ぐらいを、今回のイベランにつぎ込みました。で1回の消費量なんですけど、俺は7で周回してました。で、なぜかフレンド申請も7ですね。でね、次はね、編成の方見ていきたいと思います。リーダーが、待って、アイリちゃんなってんだけど。どういうこと？今回のガチャで、ピックアップの星音が、4人いたと思うんですけど、3人いたと思うんですけど、全員パーティーに入った状態の、真冬と、星さんの水木ちゃんで周回してました。まあ、このパーティーを見て皆さんはですね、最初に思ったことがあると思います。俺が代弁して言いましょう。エナナン可愛くね。はい、最後ね、感想を述べていくんですけど、まずね、この初めてね、がっつりこうイベランしてみて、最初に思ったのがね、楽しいですね。楽しい、マジで。これね、一回ちょっとね、やってみてほしい。プロセカやってる人、まあ、やってない人もぜひやってほしい。アプリインストールしてない人もちょっとぜひやってほしいですね。まあ、今回500位称号を取るにあたって、YouTube のコメントだったり、コミュニティのコメントだったり、ツイッターのリプだったり、いいねだったり、あとはね、一緒にね、ちょっと周回してくれた方だったり、見知らぬ名前の方々たちとのライブだったりね、もういろんな方、関係してくださった方々、一緒に走ってくださった皆様とか、いろいろ感謝してます。ありがとうございます。いやー、でも一番すごいのってさ、実は周回した俺なんじゃない？あ、そういえばまだね、ちょっと500位称号ゲットしてなかったんで、もらいたいと思います。いや待って、いやこれいいな、500ってなんかすごいじゃん。あ、29日までにゲットしないとさ、これ俺5万のクリスタル一気に捨てたことになるよね、これ。はい、とりあえず受け取りたいと思います。いきます、ありがとうございます。とりあえずね、セットしたい、俺は。セットするところまでね、行きたいと思います。俺の個人情報が。はい、こんな感じでセットになりました。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。でね、最後にね、一番印象残ったことを話しますと、俺ね、普段ね、人差し指でね、音ゲーとか、ゲームとかプレイしてるんですけど、なぜか使ってない小指が痛くなりました。